今回も AI と対戦していこうと思います。ランダムで5戦やっていきます。まだ昨夜からいきなり2戦食らっちゃったよ。開幕から勝負かな。そう、レイもいきなりな、攻撃してくるからな。本当に積極的に打撃を狙ってくるな。すごい振り回、めっちゃ振り回してくるから、近寄りがたいな。とりあえず振っとけの精神やな。それに当たってんねんからな。これカウンターして。よしよしよし。あ、今の魔法陣出ないんだ。もう完全に終わったと思ってんけどな。で、受け身もまあ買ってくると。なかなか息をつく暇がないな。もうありとあらゆる方向に格闘飛ばすな。格闘を飛ばすっていうね、射撃だけでなく。もう出しておくってあらかじめ。おっと、射撃で、ここは冷静に射撃で対応してきた。こういう冷静さも見せてくるからな。困るんだよな。ただ振り回してるだけじゃないっていうのが、さすがに繋がらんか、これは。お、なんか当たった。これはラッキー。不意をつけたな。急にね、でもまあ相手も一方的に攻撃してるわけじゃなくて、急に攻撃したら案外かかったりする。え、今の当たってないの？鼻曇りでもないのに。すり抜けたな。これいいね。結構当たる。あらかじめ出されるな。確かパーフェクトメイドは空中でもできたはず。ただ着地の硬直があってさっきはできんかったな。これ入ったでしょ。で、繋いでた。44ヒット。ヒット数が多いな。ダメージは伸びひんけど。44もヒットするなんてな。あ、当たらんかったか。下に落とせんかった。弾かれるし、発動された。マジか、それ当たるか。今度は正真正銘花曇りやな。よっしゃ、当たった。さすがに無理か。そういう不意をついてくるのね。コンボされんかよ。範囲広いしな、あれ。気をつけんとな。クソダメか、追撃できない。ただ2回ガードして。うお、弾返せたよ。攻撃する最中に余裕で回復。攻撃返してくるからな。あれ、繋がらない。なんか昨夜のコンボってもう繋がるときと繋がらんときがあるよな。思いっきり攻撃する抜けるときあるわ。よし、これはうまい感じに育った。ダメージが373ってもうめちゃくちゃ少ないけど。連携できたよ、ナイフと。で、今の間に合わへんの。あんまりジャストっていうか、ギリギリすぎると発動せえへんよな。これは当たる。当たるけど、かなり小さいダメージを蓄積させてる感じやな。まあ、それで OK だ。塵も積もればね、山となるから。で、ここ、ダメが、この、どんどん落ちてはいかへんもんな。空中で待機しちゃうからな。これ拾える。どんどん拾っていこう。なるべく端っこに追いやろう。得意なことをしよう。マジか。空中での勝負負けた。この飛び上がりからの打撃は結構勝たせてもらえんねんけどな。押し込んでくるな。まあ、割れたおかげでなんとか追撃こんかったな。いや、割れた時に追撃こんかってよかった。これはいったでしょ。よーし、このね、体力少ない時だからこそ強気なね、格闘よ。まあ、刺さらんかったら負けんねんけどね。まあ、とりあえず今回は刺さったということで。勝てたな。もう次はマリサね。使われるのは嫌やけど、使う分には問題ないな。よし。会長やけど、受け身されてるから危ないな。ちゃんと魔法陣で締め切らへんとな。さらに追撃。霊力すっからかんや。これは言ったでしょ。繋がらんか。今回の英霊は繋がらない。格闘し、無理か。でもだいぶ攻撃しては、攻勢が強いぞ、こっちの。
流れが来てるわ。このペースを守っていこう。鮮やかに避けたな。よし、空中攻撃を地上でぶち当てるっていうね。これは回避して上から爆弾。さすがの爆風も消えてまうか。ミスった。いや、これ別にダッシュ A で繋がんでも普通にこれ連打したら繋がるかな、スキル。ダッシュ A で拾う必要はないか。霧はコンボ諦め。リーチの長い攻撃で吹っ飛ばそう。あるいは射撃か。回避結界。なかなか近づけない。着地しちゃった。この地面ギリギリで攻撃してほしい。どっかで回避してください。回避結界しようと思ったけど、普通に反撃できそうやったからしちゃったけど、なんとも言えない結果になったな。さあ、また今日もバスキースイーパーが溜まっていくね。これはもうそのままいける。あ、やばい。バスキースイーパー発動するだけでいいのに、マスタースパークを無駄ばきするっていうね。これは痛い。連打しすぎた。このスキル連打するとスペルカードも発動されちゃうのかな。おっと。いいよ。あ、なんか当たった。下がったところに射撃があるっていうやつか。それどうしようもないな。行き過ぎって思った。よし、拾えた。ああ、うまいこと拾えんかったな。早い。レーザー撃つ前に攻撃してくるなんて。それ当たらんの？あの爆風セーフなんや。うさんくさい当たり方すんのに。あれ締まり悪いな、なんか。ほんと繋ぎやすい。おお、これはこれも繋げる。オッケー。爆風から拾えんねえな。いい連携や。相変わらず好調や。こっちも攻撃食らっちゃった。またバスキースイーパーが。飛び越えてきた。ああ、着地読んでたのに。着地読んではなかったな。読めてない。待ってたのに。一応繋がった。繋がったけど、ちょびっとしか当たらん。これはまあ、打撃効果ないもんな。バスキースイーパーは。よし、霊力がないぞ。これ、ああ、拾いたかった今の。着地前に攻撃できたらな。不意をついたつもりないけど、まあこれ結構移動するからな。隙が多いっつったもん。移動するからなかなか追撃が来へん。空中できないレーザー。ダメか、さすがに残らないか、爆風。ダッシュ攻撃落とせないかな。霊力がないな、ちょっと回復しよう。打撃かなんかで牽制しつつね。無理か。回避結界を借りたい。クソ、カウンターやばい。けど拾われんかった。まずい。ペースをつかまれている。あ、危な。このエーレン食らってたらきつかったな。よーし。やっぱ、いくらなんやろ。若干ためはあるけど、まあ、早いっちゃ早いな、レーザーも射出が。しかも、ぶっといしな。やはり強力やな、ロースパークは。マスタースパークを無駄ばきしたのが痛かったけどな。間に合わんか、さすがに。しかもコンボされたし、めっちゃでかいし、ダメージ。メイリンはね、落ち着いてれば絶対勝てるから。冷静に対処しよう。負けることはないから、この後方の隙を狙えば。まあ、さっきのレイムの時と一緒のような攻め方やな。これでな、空中を狩られるのかな。下か。おっと。射撃も来る。で、ここでこう来る。すぐさまターンはできない。あれ？射撃当たらんか。うお。それも当たるんや。発生早いな。あんまり上飛ぶとね、ああ、追撃ならんかった。下の安全はナイフで確保？ああ、マジか。後隙狩れない。よし、当たった。当たったけど、なんとも言えない当たり方やな。これ。
やばい、カウンターやったけど拾われなかった。これは待っといて。まあ、あれはガードしたときだけかな、反撃できるのは。それぐらい密着しないとしんどいな、あれは。カウンターすんの。いや、危ない。今、後方撃たれてたら食らってたな。あれぐらいのときやったらやっぱ攻撃撃たれるよな。早い、すぐ移動する。負けた。した。そう。で、ここでターンしたらあかん。ターンして攻撃しようとしたらやられる。こんだけ動いてもまだ枯れだ これもダメか。案外きついな。普段上からばっかり攻めるからな。後方がぶっ刺さるねんな。この空中の攻撃もこれで勝てへんしな。かつてここまでメイリンがしんどかったことがあったか。これは当たらんよな。つながれはせん。これでちょっと弾、なんとか飛ばせた。とりあえず繋がってくれないと怖いな。やっぱ受け身からの反撃で、うわ、天気雨か。めっちゃうまいコンボ。うますぎる。コンボうますぎて。普段はあんな後方とかぶっ破してるけど、コンボの精度はやっぱやばいな。つえ。久しぶりにこれから当たったな。いつもあれ一段止まんのに、ね、あのコンボ。足が到達する前に終わる。よし、これはギリギリ間に合ったな。これもあとちょっと遅かったら当たってたしな。ええー、間に合わへんの今の。しかもめっちゃダメージ伸びるやん。カウンターやからか。よし。これは繋がった。ああ、今回射撃で締めたな。よし、今度は間に合う。これがあるから。よし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 。この射撃まとった時は案外、射撃が先に到達するから、差し込めるんじゃないの？ああ、グレイスがあんなゆっくりやのに。うわ、もう空中に飛んだら狩られちまう。行動を許してくれへんな。先手必勝とやんばかりやな。よし。巻いたら強いよ。あ、消えてもうた。あ、そうや、スキル。いや、やばいよ。前に飛んだらあかんわ。一生受け身狩られる。ダメだ。いやー、手堅く持っていかれな。うわ、危な。マジか、メイリンに完封されるなんてな、割と勝たせてもらえる印象やなんやけどな。今回はメイリンのとんでもないコンボが超炸裂しまくったな。何のミスもなく、後方から繋いでくるなんてな。同じキャラばっかりやな。一応ランダムなんやけどな。相手は変わってんねんけど、こっちがなんか。マリサとサクヤやな、今日は。おお、なんか懐に潜り込めた。しかも繋がった。いいね。好調や。さすがに勝てないか、その回転には。パーフェクトで間違ったな。間に合わんか。溜めて。さすがに繋がらんか なんか、あれ、繋がらんと思ったら攻撃やめへんとな。カウンターもらうかもしれん。無理か、2回攻撃したけど。射撃で冷静にいなされたな。区内はね、全部、このレーザーで消えるから。後ろか。強者に塞がれた。あの強者の中に潜り込みたいな。このダステムトーチ。ディビルダムトーチ。スキルのレベルを上げて、ダメージ減にしていかんとな。体力では負けている。相変わらず隙がないな。さっきはなんかうまいこといけたけど。なかなか攻撃を渡させてくれないな。射撃とか織り混ぜてるんやけどな。やっぱ、強者がな、ゆかりの近くをカバーしてくれるからな。まあ、区内もなんなら大量に出てくるからな。消すのが大変やわ、レーザーで。キマイルの翼使ってくんのかな。
あんま使ってるとこ見えへんけど。あ、拾えないか。射撃から拾えたら美味しいのにな。ちょっと近すぎたな。当たらんか。お互い遠くから打撃を当てようと頑張ってる。当たるな。ちょっと拾いたいな。射撃から拾いたいな。射撃からでも美味しいダメージは出ると思うけど。危な。よし、だいぶ柱が高くなった。ディビルダムトーチの。風雨でさらに捉えづらいな。これに速さが加わるんやから。どうも当たってないな。なかなかな。動きが 読めない。よし、これは勝った。あー、くそ。つねげん勝ったか。いや、使いたかったな、今、カード5枚あったから。スキルが見えない。間に合った。間に合ったけど、結構出が遅いな、あれ。攻撃こんかったからよかったけど。あー、マジか。カウンターやったから、つなげようになった。これ、毎回失敗するな。かなり霊力削れるからきついねんな。いや、マジか。うまいこと当たらんかった。いや、バックステ失敗した。下に射撃出して。よし、なんか当たった。なんとかねじ込めた。崩すのがほんと大変やな。射撃で拒絶して。なんか、ああ、そうか、回生やからか。回生だから俺もちょっと回避結界使おうかな。クナイとかいっぱい飛んで大量にガード刺されたんだけど、辛くなったら使えばいい。相手みたいに。ガードがそもそも成功してないっていうね。回避結界うんぬんの前ね。まあ無理して使う必要はないやろうけどね。こういう時ってね、こういう時とかに使いたいよな。とっさに使えるようにせんとな。よし。レーザー、うわ そのまま行きたかったんやけどな。まあ、行けたっちゃ行けたけど、早打ちでは意味がないな。マジか。つなぎたかったな。よし。うまいこと噛み合った。こういう攻めの姿勢を見せてね、相手をね、驚かせようと思ったんやけど、そうはいかんか。天下の AI やからな、驚きはしない。これ繋げたら美味しい。おほほ、こういう繋ぎ方できんや。なんとか間に合ったな。高速に高速を重ねて繋ぐっていうね。これは繋がらんけどね、さすがに。台風か。うわ、やばい。これはまずい。もったいな。なんかいいスペルカードないか。これか。あ、マジか。なんか画面全体いくかと思ったら。そうでもなかったか。ちょっと、スペルの特性を全然理解できてなかったみたいや。か、台風 こっちに体力の余裕があればな、もうゴリ押ししたんやけどな。まず割れる。うわぁ これは完全にブレイジングスターの、もう読めてなかったな、スペルの効果は。いくら画面半分つったって、その画面半分以下のとこにいたもんな。このタイミングで天気雨。おお、今の攻撃できたのはもったいな。食らうか。ついてきたか。だいぶスキルも犠牲にして放ったブレイジングスターやっていうのに。あれはもったいない。ああいうことにならんよね。スペルカードのね。よく使っていかんとね。一生受け身がられされ、受け身がりされる。これは下、連続で下やからわかんねんけどな。ちょ、後ろすぎたな。後ろすぎたけど、レベルが高いから、だいぶ範囲は広い。そっち行く？いっぱいいっぱいに広げて、だいぶ制圧効果あるよ、あれ。相手にかなりグレイズを強要できる。それも食らうか。素早く逃げるわ。画面端から。
そう行く。早すぎて。起きて。ふうは終わった。おお。いやー、ちょっとなんか迷いが多すぎて、かなりコンボのテンポが悪かったね、今の。最初からつなげる気満々やったら完遂できたのにな。また下。ミスったら割れちまうからな。あれどうすりゃいいんやろ。ガードでよかったな。攻撃する必要はなかったな。距離が空いて A レーンが無理だと思ったら、無理はし、離ればいい。離れれば。今回復する。ここで体力を回復したい。あ、やばい。よし、許された。許されたけど、乗り越えれんかったな。あっこでもう少し体力回復できたらな。途中で反撃これもらったのもよろしくないね。すごい画面端に、体で画面端に押してくる。初っ端からやってくるね。ああいうちか。スワコには押し込ませたらもうどうしようもなくなる。霊力なくても普通にやってくるからな。なんで今の距離調整 距離調整も大人のものやな。どうしても相打ちになるけど、こっちになんか光来てくれた。これはラッキー。間に合うか、今の。案外ギリギリまで動けるもんやな。霊力がなくても油断できない。繋がらない。よし、なんか差し込めた。射撃を差し込んでいこう。いやー、上にしときゃよかった、攻撃。そっちか。なんとか間に合ってよかった。分厚い射撃が。よし、割れた。これは届かないか。うん、これは無茶しすぎたな。近づくときは注意せんとな。いいよ。攻撃当ててる。あ、上に行くと思ったのに。お、繋がった。いいよ。あー、でもこれは無理か。届くけどガードされちまった。よし、たたりにね、この技をぶつけて炸裂させよう。よし、炸裂。当たりはするけど、届かんわ。よし、マインドドロッピングに変わったな。マインドドロッピングをどう生かすかやな。レベルをもっと上げていこう。同時攻撃を仕掛ける。くそ、ダメか。強者食らった。あ これはラッキー。向きが違った。よし、スキルが充実してきたな。リップルビジョンのレベルが上がるのはとてもいいことだ。かなり制圧力が上がるかな。これの溜めたやつなんか、もうこれこそ画面半分を覆うし、ダメージがすごいなんて言ったって。間に合わないか、ディスオーダーイ。よし。ああ、途中で止まっちゃった、射撃が。ダイヤモンドだ、それ。2回も寝てしまったな、痛いな。よし、マインドドロッピングもレベルマックスや。振らせよう。これまだ攻撃来るか？油断できないな、もう。最悪霊力なくてもブンブン角度振ってくるからな。射撃も霊力がなくなるその時まで撃ってくるからな。よし、これうまいこと連携いったな。ボタン離すタイミング完璧じゃないの。まあ、たかが知れてるけどな、ダメージって取って。くそ。罠にかかってもうた。すごい届くな。空中で動かれまくるな。よし、やっと弾き返すわ。まあ正直 AI にこういう幻覚系のやつ使ってはあんま意味ないやろうけどね。もう正確に特定してるやろうから。人でもわかるもんな。人でも認識できるレベルやからな。AI なんて効果がほぼほぼない。ずれたか。ちょ、スペルのやつと間違いそうや、これ。
かなり分厚いな。やばい、これ。リップルビジョンのレベルマックスはやはり強いな。強いけど、やっぱ溜めてる間が無防備すぎるわ。調子乗って溜めてたらすぐやられる。まあ別に溜めなくても、もう距離が空いてたらば、もう自然と角ででかくなるし。全然 OK やな。よし、その格闘に合わせてね、この射撃を織り交ぜていく。お、ここでも当たんにゃ。出し始めもかなり分厚いな。今のは攻撃しときゃよかったな。気をつけろ。どこで攻撃してくるかわからん。これ当たらんのな。これはちょうどハスのとこで当たらんっていうのかな。ちゃんと当たり判定が上にあるからな。射撃とはいえ。だから、他のキャラなら当たるんだがな。さあ、これはどうも当たらん。無理か、格闘。溜めて。大量に撒いていこう。で、ディスオーダーアイ、こんないっぱいいらんからな。これは繋がるでしょう。OK。やばい、攻撃される。危ない。いいよ。あー、繋がらんか。何の支障もなさそうやな。もう、全然変わりないもん、さっきまで。さすがに岩を受けたら消えるか。よっしゃー。さすがにこれ以上は繋がらんか。向き変わってほしかったけど、無理か。割れてもうた。ためよう。よし、だいぶすごい。もうやっぱこれを回避するにはかなりのガードなんてした日にはもう、でもやっぱな、時間だけがかかる。試させてもらえないな。でも霊力がすっからかんや。割れろ。間に合わねえか。やばい、これはまずい。ここで射撃来るよな。どっかで安く済みたい。よしよしよし、回避結界でうまいことが避けれた。これはうまいこと回避結界を用いれたな。用いれたけど、えらく削られてしまったな。もう端っこにはいかない。これも間に合わねえか。ああ、まずい。またやっちまった。スペルカード用意。なんとかガードできた。いや、もうやめてくれ。もうダウン、とりあえずダウンしたい。よしよしよし。なんとか寝かせてくれた。あえてダウンしたがるっていうね。本来はダウンされたら置き攻めされるし、まあ AI も置き攻めしてくるから、やられたくないけども、ダウンしないといつまでも受け身かられるしな。でも今回はうまいことは、まあ、回避結界使えたんじゃないの、これ。さあ、リベンジャーはこのペアで。このペアっていうか、このカードで。さあ、勝つぞ。こんな感じでうまいこと使えたよな、回避結界。あれをもう能動的に使えるようになったらな。つながらんか。あれ制御棒のデッキやな、さては。かなりパワフルや。一回触れることができればだいぶね、ダメージを稼げる。よし、普通に当たった。でもこれがなかなか当たらんな。スキル使うだけにしようかな。回避結界か。よし、相手は今、霊力が一つ削られている。まだ下から。先ほどと攻め方は変わらんけど、スキルの方が違うからな。スキルが変われば、おのずとね、立ち回りも変わってくるやろうからね。さっきとは違うような動く展開になるな。そう、今回は対空もできる。制御棒ではなかったか。じゃあ、めっちゃ間違える。普通にやり返された。このギリギリのところで、今度は台風をものにしてみせる。ブレイジングスターをね、空振ったりし。これはうまいこと今呼び刺さったな。上の。台風で射撃当てることができるなんてな。よしよしよし、終わり目に吹っ飛ばすことできた。上々や。もう少しステラミサイルの範囲広げたいな。レベルを上げよう。クソ、花曇りか。打撃もガードし終わって、その後やな、攻撃するな。よし、吹っ飛ばした。これは繋がるか、繋がった。範囲が広いな。範囲広いし、ちゃんと拾ってくれんやな、これ。もう、画面でいくら触れてようが、繋がらんときあるからな。本当に足の先まで、長い。
割れちまった。下じゃなかったか。2回してくるか。細かいダメージを受けてるわ。ダウンせんかった。じゃあ落とされるな。ガツガツくるな。飛んでこない。よし、ダウンしたな。向こうがダウンしたらスキルを発動するチャンスや。こっちも食らった。よし、だいぶ広くなったな、ステラミサイル。よし、また服がこれに潜り込めた。あ、マジか、当たるか。これは反応が遅すぎた。あんなことになるぐらいだったら、もう最初からもう、エイレン終わった瞬間にスキル、スペルカード放てば当たったのに。ほんと、スペルカードの使い方が下手だな。やばい、食らったら弾が飛んでくる。体勢を崩してはいけない。これ、繋がんのかな、今のルミナスストライク。あの距離やからちょっと心配やったな。あ、やばい。めくられたくはない。ちょっとせっかくやからスペルカード。このルミナスストライクは置いておきたい。た ちょっと飛ばしすぎたわ。飛び道具も使っていこう。よーし、上に飛ばした。いや、めくれた。くそ。最後の最後にめくれちまったな。よし、でもステラミサイルはレベルマックスにすることできた。上をね、もう、意地でも制御する。あれ、これ繋がらへんやん。もう完全に落ちきったか。もうスペルカードか空振りすぎやわ。今回はさすがに。情けない。いや、マジか。いや、ミスったら死ぬ。このガードの方向をミスったらやられる。天気や、この体力で天気雨は本当にきつい。スキル発動でよかったかな。いや、今の不安。区内なんとか消せたな。割れる。やばい。ミリで耐えるよ。で、そうや、2回復していくんや。よし、ここに来てガード全部成功。怖い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 。距離開けて。うわ、すごい。なんかめっちゃ天気玉出た。なんだ。超グレイズして、めっちゃ天気玉出たわ。体力めっちゃ削れてる敵。あと1枚、コスト2やから、曇りでも来ないと発動できない。よっしゃ。よし、ミリの体力でなんとか押し切った。リベンジ成功。さて、5戦とリベンジ終わったので、今回はこれで終了します。お疲れ様です。